さらさら会の三国テム動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーをお届けしたいんですが、今回対戦した軍団さんはなんて読むんですかね、負荷1上矢印原砲っていう風な名前の軍団ですけども、最近の軍団ですね。まだ27勝しかしてないという感じですね。ただメンバーは50に揃ってるなというような軍団になってます。で、どういう意味なんだろうね、このタイトルね。無課金軍団とかそういうことなんかなって最初思ったんですけど、メンバーさん見てみたらね、そうでもないんですよね。この軍団長とか、これで無課金はないやろっていうようなこの揃い具合ですよね。曹操の神器なんかも持ってて、投降勇士もついてるということで、これで無課金は無理があるだろうということなんで、そういう意味ではないのかなという気がします。でね、ちょっともう最初に言うとくと、マッチングちょっとまたおかしいなってきたんかなって思わざるを得ないような結果になりましたね。前回の国戦なんかでもうちボッコボコにやられたんですけど、ただ今回の軍団戦に関してはちょっと物足らんと言いますか、うちの方がもうやる前から勝つんは目に見えてるかなっていうようなね、感じだったんですよね。なんで国戦ではひどい負け方をして、で、軍団戦ではなんか圧勝みたいな形のね、ようわからんマッチングになっております。もうちょっとね、前回なんかはそこそこ接戦で、まあ結果負けてるっていうことにはなってるんですけど、まあ負けてもいいので、そこそこ接戦できるような軍団と戦いたいかなというふうに思いましたね。そしたらリップの方を見ていきましょう。はい、第一出征です。アップで前であれば、まあマックスぐらいの強さなのかなというような相手ですね。で、育ってるのは煉獄だけかな。まあ初夏震度なんかも2機上がってるかなという感じですね。で、まああと陣砲がついてるということで、アップで前の相手に比べるとまあ若干硬いのかなという気がしますね。で、援軍処理をしつつ主君を出して、性能士もつけてます。ちょっと性能士つけんとね、ほんと初夏震度耐えてくれないんでね、最近は確実に使うようにしてます。で、醤油ですね。角変変か、変角角かいう感じで、まあ正三角形を作るような形で出すとバランスはいいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、転移が遅くて、憑依台に分はかかったんですけど、運よく壊してくれましたね。これで、下が残るかな。下の射撃塔が残りますが、1機だけのという感じですね。ただ手前にも防衛施設があるんで、おここで能高が発動しましたね。これでもう気兼ねなく下から両もいけるかなという感じですね。はい、白落ちましたね。こんな楽な展開はないですよね。で、もう両も出していう感じですね。もうミスりようないんじゃないでしょうか。事故要素が本当になくなりましたからね。もう早送りでもええぐらいの勢いなんですけどね。一応自爆が、投石か、投石ですね。もう早送りでいいと思います。もうこれで落とせんなんていうことはよっぽど願いらん限りないと思います。なんでもういくら陣砲なんかができたとしても、その防衛ですね、防衛施設が硬くなってなかったらもう難なく取れるっていうのが、このリップ見てもらったら分かるんじゃないかなと思いますね。あまりにもちょっと簡単に取れてるなということで、まあ自画自賛するわけじゃないですけど、アップデ前の情報が出た段階でね、人砲云々よりは施設の強化が怖いということを動画で言ったんですけど、やっぱりその通りになったなという感じですね。まあ能高鬱陶しいなって思う瞬間は結構あるんですけど、施設がね上がってなかったらなんとかなるなという印象ですね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、この方はアップデ前だったとしてもマックスにはなってないかなという感じですね。壁は濡れてないですし、防衛に文王とか、長文ですねがいるという状態になってますんで、まあ取れるやろうなーっていうか、取れんかったらこの動画でなんて言おうかなっていうぐらいかなという感じですね。陣形も特にやりにくそうだなという感じはしませんね。
ゴライも割と中に入ってます。もうこれで取れないのはもうミスだと思いますね。はい、転移のタイミングも悪くないんじゃないかなと思います。煉獄憑依すべてがっちり抑えましたね。で周囲も右に流れました。で下の塔はこれ虎で壊せるでしょう。はい、壊せましたね。これで塔はみんななくなったかな。みんななくなりましたね。ただ城がノーダメか、結構武王が頑張ったんでダメージ入れれるかなと思ったんですけど、いや入ってるか、まあ、プラス主君のスキルでダメージも入って、あとちょっとでノータが発動だなという感じですね。で施設ももう 85%、86% 壊れたので、リュモーでノータコはまあまず間違いなくあの発動させれるかなという感じですね。はい、ノータが発動しましたね。でそのまま落とすこともできました。もう失敗する要素はないですね。破壊率ももう 96%、 あと施設が3つですね。もうこのまま両方で一気に壊してくれてもよかったんですけどね。はい、こんな感じですね。いくらね、先行が、まあ、防衛武将を倒さない戦法なんで、防衛武将は誰であろうが構わんというふうに言うたとしても、やっぱりそれはね、極端な表現の仕方であってね、鬱陶しい防衛武将はやっぱおるわけなんで、その曹操、孟獲、あと紫龍、周瑜と、あと星六武将4人とだったら、こんな比べ物にならないですよね。もうそんな防衛武将だったら、まあ先行しながら多分全ての武将をなぎ倒せると思うんですけど、今回も同じ感じですね。文王と張雲だったらもう両方でまとめて2人ともやれるというような形になってるんで、なんだかんだでね、やっぱり防衛武将がこういった方だと楽だなという感じをしましたね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、第3出生です。防衛武将は割と鬱陶しいですね。二強紫龍、あと猛角周遊ということで、曹操が出る前での最高戦力という感じですね。で両サイド分を主君で、下周遊と天衛という感じですね。で上は虎で壊していこうかなという感じですね。はい、憑依台にターゲットが取られたので発動して、はい、タイミングそんな悪くないんじゃないかなと思いますね。あとはしっかり上が壊れるかという部分ですね。まあ最悪壊れんかったら両毛で行こうかなという感じですね。まあまあ壊れてってるんじゃないですか。だから回復が残ってるんが鬱陶しいですね。はい、壊れましたね。はい、かなり破壊率稼げましたね。両毛出す前にこれ 90いきましたね。これは万全でしょう。はい、塔も片方壊れて、でこれでもう死にますね、主君がね。で、すかさず旅毛ですね。これはもう旅毛で閉まるんじゃないでしょうか。はい、能高が発動して、で人形で城という感じで、はい、トンコ兵一体も使わずして取れましたね。やっぱりそうですね、人砲もね、今後白レベルっていうのが、白レベルって言ったらいいんかな、人砲レベルって言ったらいいんでしょうか。で耐久値が上がってくれば今後どんどん鬱陶しいなってくるんじゃないかなと思うんですけども、この時期だったらまだそこまで城が上がってる人もいないのでね、あんまり苦にならんかなという感じですね。しっかり削れてさえいたら、ノータカがあっても3枚取れるっていうのがね、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、防衛武将は割と鬱陶しいですね。この方も二強周遊、猛角紫龍ということで、その曹操が出る前のマックスという感じですね。ただ防衛施設が全然育ってないですよね。乾燥してる防衛施設はこれ一つもないのかな。あ、煉獄が片方を乾燥してるか、で憑依台がちょっと見て分かりにくいんですけど、もしかしたら乾燥してるかもしれないという感じですね。
でちょっと転移早かったんですけど、右側なんで壊しきれてない感じなんで、トラを二手に分けてという感じだったんですけど、ちょっと右側から出したトラが無駄でしたね。これ全部下から行ってよかったんちゃうかなと思いますね。そうしてたらこの下側の射撃と2機っていうのはね、壊せてたんじゃないかなと思います。ちょっと周囲の動きを読むのが甘かったですね。でもうこういうとこはトンコヘ出しとくべきですね。甘えてますよね。いやもうちょっとちゃんとせないかんと思います。ただ破壊率がもう 90% 超えてるような状況なんで、まあ大丈夫かなという感じですね。で主君にターゲット取らして、で城に行きましたね。これで、はい、ノータが発動で、支流にかかっちゃったんですけど、この範囲ダメージで城にダメージが入ってってますよね。はい、落ちましたね。でもう上は壊しにかかってますね。ちょっと遅かったかなとは思うんですけど、まあ、しっかり割と壊しにかかれてるんじゃないでしょうか。あとは金庫台と、これは何や、煉獄塔ですね。もうこうなったら早送りでいいと思います。くるくるもないんで、まあもう失敗しようないですよね。ん、ああまだ施設が1個残ってましたね。はい、こんな感じで3枚取れました。ここまではええんですよ。まあ削りですから、なんとかやっぱり軍団全員でね、削りは進められるんで、僕がいなかったとしてもね、ここまではいいんです。問題は奪還です。奪還になると堅い相手からもやっぱり取らないかんようになってくるんでね、見ていきたいと思います。はい、奪還です。このままでは動画映えせんなということで、パッと見一番硬そうだなと思う人を奪還相手に選ばさせていただきました。武将がね、微妙に外なんですよね。これは気になりますよね。なんかいびつな陣形だなということで、攻める前からちょっとこれはふんどし締めていかんかったらミスるぞという感じですね。奉仕塔も全てカンストしてます。射撃塔は改造射撃に関してはまあ、カンストしてるという感じですかね。あとまあ煉獄や、諸葛震動、そこら辺の施設もしっかり完走してるということで、まあほぼ完走ですよね。レベルも166あります。やっぱり160代後半になってくると、もうほぼ課金者ですね、現状ではね。はい、突っ込んでタイミングは悪ないかなと思うんですよ。ただなんか主君が変なそれ方して、周囲が変なそれ方してますよね。僕はこの辺を壊してほしかったんですけどね。ちょっとここ残ったら鬱陶しいぞというところで、しかもこれ改造射撃とスプリットしてるんですよ。はい、回復報酬は壊れましたが、あーちょっときついぞきついぞという感じです。破壊率は申し分ないですね。で、相手は硬いので早めに量も出しとらんかったら時間が足りなくなるということで出しました。でこれで奉仕塔は壊れました。でここでね、城行けばええのに支流行くんですね。これで能高発動させられへんっぽいなということになってしまいました。でここでね、支流に向かってトラでも出せば城に行くんですが、ちょっとトラ出し切っちゃってるんですよね。ここら辺も考えて1体2体置いとくようにした方がいいかもしれません。でこれで改造射撃が丸々残ったんですけど、これ鈍行10いってるんかな。さらに、太平もかましてるんですけど、これねそれでもこんな感じなんですよ。硬いし強いなって感じですね。いやーこんだけ出して壊せんとは思いませんでしたね。ちょっと見誤ってましたね。10人ぐらいいるんちゃいますかね。それかまあトンコと太平、狼から出す瞬間を逆にするとかね、いう感じですね。ただまあ塔はきれいに壊れました。これで寝返りなかったらいけるかな、どうかなっていうとこなんですけど、こうなってきた時に困るのが施設の硬さですね。時間が足りなくなるんですね。であと防衛施設はこの表意台だっかな。で、白もターゲットで取ったんですが、ここで死ぬほど寝返りました。多分4体ぐらい寝返ってます。もうこれでジエンドですね。非常に単純な対策ではあるんですけど、城周りに壺を置くっていうのはね、割と効果的だなというふうに思いますね。はい、また奪還失敗してしまいましたね。硬い相手になってきたらダメやんけと、
これではね、目標の一つであるね、先行使いの肩にこう3枚肩焼いてからでも取れるんですよっていうのをね、証明できへんや、できとらんやないかっていうことなんですよね。ちょっと焦ってますけどね。なんかね、決まらんのですよね、こういう公式戦になったらね。言い訳するわけじゃないんですけど、工場とかやってたら結構取れてるんですよ、この3枚ね。このレベル170とか、そういう方からもですけどね。なんで、ちょっと、これからね、そういう方から取れたリップっていうのを録画しといて、で、リップ集みたいな動画をね、作らせていただいて、それやったらね、模擬じゃなかったら、こう、一発で撮ってるんだなっていうのが分かると思いますんでね、そういう動画もちょっとね、機会があったら作っていきたいなというふうに思わされる動画でした。いや、ちょっとね、なんも、僕が、そんなうまい仙骨会じゃないんですよっていうことを再々動画でも言うてますけど、これはあまりにも結果がひどすぎて、もう姉妹目には誰にも見てもらえるようになるんじゃないかなという危機感が芽生えてきましたのでね、ちょっと考えたいと思います。さあさあ、次今週のベストダッカー見ていきましょう。はい、今回のベストダッカーはマズロさんです。なんかマズロさんばっかりな気するんですけど、うまいんでね、しょうがないですね、どうしてもそうなります。で、弓騎兵プラストラで援軍を、はい、釣りましたね。うまいですね。最小に抑えたんじゃないかなと思います。で、文王で援軍処理なんですけど、流星度が鬱陶しいですよね。怖いですね。あ、ただ、刀順ばっかりじゃないんですね。これぐらいの援軍だったら、まあ、流星とかかってもなんとかなるんちゃうかなと思います。で、右下主君、周遊右上ということで、まあ、これもまた三角形の形ですね。壁が硬いので結構叩いてくれてますよね。壁の上限が上がったことによって囲い陣形がまた増えたような気がしてます。で、天意突っ込まして、はい、虎ですね。で、周遊主君、みんな仕事してますよね。で、文王の霊宝球も効いて、しっかり煉獄刀を壊しにかかってますよね。絶影資格がついてないのにこれは相当でかいと思います。で、城にも相当ダメージ入ってて、はい、ノータカマ発動しましたね。通貨壊れましたね。で、これで、97%、 はい、量もまだ出てません。いやー、やっぱり使う人が使ったら武将が生き生きしてますよね。で、両毛で締めという感じで、これだけ硬い人でも、旅毛を出す前に、こんだけ削れるんですよね。すごいですよね。まあ、カンストというわけではないですけど、投石者とかまで仕上がってるレベルの方ですから、で、防衛も、今、一番多いと言われてる4人の武将ですよね。やっぱ、霊宝球いいですね。この霊宝球をまあ、装備させることによって、この周囲にね、絶影資格がつけれるんですね。ほんで、まあ、こう象とかでもうまいことターゲットそらしたりしてね、これもね、効果的に使わんかったらただのコストの無駄になるんでね。いやー、で、象と虎という感じで、もう動物使いみたいになってますよね。まあ、猛獣使いと言うたらいいんでしょうか。いやー、しかし、まあ、虎とかがうまいこと仕事しますよね。これはやっぱり盾になる武将および盾になる像なんかの使い方っていうのが大きいんじゃないかなと思いますよね。いやー、うまいな。まあ、ちょっと霊宝球をね、仕上げることができたら、そっちの動画なんかも作っていけたらなと思うんですけども、やっぱりそれだけじゃないうまさがあるんじゃないかなと思います。マズロさん、お見事でございます。さすがやっぱり走破常連の方ともなったら違いますね。そしたら、うちの軍団が、3枚取ったリップというのを続けて見ていきたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回は最後の最後、バーニーさんという方のリップだけちょっと3枚撮ってるのに3枚になってなかったという結果になってます。おー、今回は全部ちゃんとリップ見えるんちゃうんかって思った矢先のことやったんで、ちょっと残念ですけどね、改善されたのかなと思ったんですけど、まだ全然治ってないみたいですね。で、結果なんですが、まあ、一応ちょっと圧勝という形になりました。もうちょいね、マッチング考えてほしいなという気がしますね。特に国戦ですね。今やっぱりどっちか言ったら軍団戦より国戦の方がメインになってると思うんですけど、ここでね、何にもできないとやっぱ楽しくないんでね、モチベも下がってきますしね、なんとかこう接戦になるようなね、マッチングに期待したいかなと思うんですけど、で、軍団戦ダイアリーで言うことじゃないかなと思うんですけど、なんかね、国戦の時ってそのなんて言うとないかな、6つの軍団が全部均等な強さっていうことがまずないと思うんですよね。なんかやっぱりどっか極端に弱いとことか、どっか極端に強いとことか、まあどっちかは必ずいるみたいなマッチングになってると思うんですけどね。なんかもうちょい全部が全部同じぐらいの強さの軍団でやる国戦っていうのはできないもんなのかなというような気がするんですけどね。まあそこら辺も改善していただけたらなというふうに思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。